はい、どうもみなさん、こんにちは。いずゆっこです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンがお得、プレミアム付き食事券やオンライン飲食予約サイトで効率的に使う方法も解説ということで、今回はちょっとここ最近、まあニュースでもちらほら聞くようになった GoToEat キャンペーンについてですね、まあ今は世の中的に GoTo トラベルのキャンペーンが開催中ではあるんですけども、今回はこの GoToEat キャンペーンについて、ちょっとしたお得な方法も交えながら簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 見ましょうということで早速お伝えしていくんですけども、まあ、そもそもですね GoTo e a t キャンペーンっていうのはなぜやっていうことなんですけども感染予防対策に取り組みながら営業している飲食店および食材を供給する農林漁業者を支援するための国が行うキャンペーンと言われております。 まあ今はね、まあ、旅行とかの関係で、まあ、それこそ GoTo トラベルっていうのが僕も何度かちょっと利用させていただいてるんですけども今回はまあ飲食店とかがもう主に対象というようなキャンペーンとなっております。で今回ですね、この GoTo イートキャンペーンには大きく分けて2つの種類がございます。まあ、それぞれお伝えしていくんですが、まず1つ目はここの丸一番のプレミアム付き食事券についてお伝えします。 まあこれこのまま公式ページから引っ張ってきました。ちょっと上の部分見ていただきたいんですけども、地域の飲食店で使えるプレミアム付き食事券を各都道府県等の単位で販売ということですので、なのでまあここにも書いてる通り、まあちょっと地域によっては若干変わってくるというところでもあります。で、まずここからですね。 まずこのプレミアム付き食事券は販売額の25%をまあ国が負担してくれますよということですね、まあ、例もちゃんと出てるんですけども1万2500円の食事券をなんと1万円で購入できるんですよねこれだけでもめちゃくちゃお得ですよねですけどもこのプレミアム付き食事券での支払いの際はお釣りは出ませんのでここは気をつけてください で、あとですね、何枚までっていう風にちゃんと決まってまして、購入制限ということで、1回のご購入にあたり、2万円までとさせていただけますということですね。まあ、なので、まあ、一応ここまでが上限になりますので、もしこのプレミアム食事券を購入される方はですね、ここの金額は間違えないようにしてください。 ですけども、ちょっと米印でも書いてるんですが、エリアによっては8000円単位での販売となり、購入上限が1万6000円分までとなる場合がありますということですので、まあ、ちょっとですね、ここに関しての詳細、今のところ発表されてないんですけども、もし住んでる地域が、まあ、これの1万6000円分までというふうになってるかどうかというのは、まあ、ご自身でチェックしてみてください。で、販売の期間に関しては、2021年の1月の末まで。 で有効期限に関しては2021年の3月末までということになってますちなみにこの販売期間に関しては今のところまだスタートしてないような状況ですね、まあ、多分もうそろそろ始まるのかなというふうに思いますでこの食事券の場合の流れなんですけどもこれもまあ分かりやすい図がありましたので引っ張ってきました まずは地域の販売窓口というのがございます。その時に食事券の販売というのがされてます。でですね、一応どんなところで販売されてるのかということなんですけども、例えば郵便局であったりとか、コンビニ、旅行代理店、商工会、市役所、スーパーなどが想定されてます。ですけども、一応下にも出ている通り、決まり次第ホームページ上で順次公開予定ということですので、今ですね、9月19日僕が見た段階では今のところまだ出てませんでしたね。 で、その後に消費者の方が代金の支払いをして、ここで食事券の購入ができるということですね。なので、まあ先ほどのね、まあ上限の2万円まで購入できたりとか、地域によっては1万6千円までということが考えられます。で、次にその飲食店で使う場合なんですけども、まあ実際にね、飲食店に行って食事の提供がされた後に、消費者の方は代金として食事券で支払いをするということですね。まあこれが一連の流れとなります。 で、一応ですね、この食事券に関しては、県内の加盟飲食店のみが使用可能ということになります。で、あと、県外や旅行先で購入することができれば可能なんですけども、もしかすると、その食事券発行事業者が、 購入対象を県民に制限してる場合もあるということですので、ここはですね、ここもちょっと事前にもし、こう、GoTo トラベルとかで、まあ、旅行先で使おうかなと思った時に、もしかするとそこの県の方しか使えないっていうことがあるかもしれないので、ここも事前のチェックが必要となりますね。けどね、やっぱ旅行先とかでね、こういった県が使えればね、それはそれで結構お得に食事ができますよね。以上がプレミアム付き食事券についてでした。 それでは続きまして、ここ、丸2番のオンライン飲食予約についてですね。こちらもそのままですね、公式ページから引っ張っていきました。まずここなんですけども、オンライン飲食予約サイト経由で、キャンペーン期間中に予約、来店をしたお客様に対して、次回以降にキャンペーン参加飲食店で利用できるポイントが付与されるということですね。 で気になるそのオンライン飲食予約サイトなんですけども、ちょっと一部だけ引っ張ってきました。例えばホットペーパーであったりとか、グルナビとか、ヤフロコとか、一休とか、e パークグルメ、あとはグルメサイトのレティとか、そういったところが対象となります。で実際にどんな風にポイントが付与されるかということなんですけども、まずここからですね、付与されるポイント、昼食時間帯は500円分。なので、まあこれランチタイレムでも使えるってちょっと意外でしたね。 そして、夕食時間帯15時からは1000円分のポイントが付与されるということですね。なので、これもしね、1人で食事行った場合でも、ちゃんとポイントが付与されるということになるので、まあ僕は1人暮らしなんですけども、全然僕自身でも結構使いやすいものになってるかなというふうに思いました。もちろんね、複数の人数であったりとか、家族何人かと一緒に行くのも全然ありですよね。次に、ポイント付与の上限もしっかりとあります。 会回の予約あたり最大で10人分までということですね。なので最大1万円分のポイントまでが付与されるということになります。なのでまあこれ使い方によっては例えばまあ大人数の飲み会であったりとか会社の飲み会のこう感じをしたらね、まさかこう自分にポイントがガッと入るタイミングでもあったりするので、まあ、結構これもうまく使えるのかなと思いますね。で、ポイント付与の期間なんですけども2021年の1月末までで、ポイントの利用期限もしっかりと決まっております。2021年の3月末までと。 とということになりますでですね、オンライン飲食予約サイトの流れもしっかりと分かりやすく図面でありまして、まず消費者の方が、例えばホットペッパーであったらホットペッパーに予約、そしてその後に来店して支払いをすると。で、飲食店側は来店の確認をして、あとはポイントが付与されるということになります。これは来店1回目の場合ですね。 次、来店2回目以降の場合なんですけども、消費者の方が同じように予約もしくは来店して、ポイントを使って食事をすると。そして、あとは飲食店側は代金からポイント分を割引されると。あと、しっかりと次回使えるポイントも付与されるという流れになります。もう本当にオンラインの予約サイトで予約して、店に行って、あとはポイント付与されて、で、またポイントでお店で使ってっていう流れになるので。 まあ結構やり方としたらシンプルで簡単ですね。そしてオンライン飲食予約サイトでのちょっとしたお得な使い方もせっかくなのでお伝えします。まあ勘が鋭い方はね、もうある程度把握されたと思うんですけども、まず一番ここですよね。ポイントサイト経由。もうここが重要ですよね。<laughs> 例えば僕がよく利用しているポイントサイト、モッピーというポイントサイトがあるんですけども、ここのホットペッパーグルメ、レストラン予約というのがあるので、 このモッピーを経営したら50ポイント分、50円分がもらうことができます。しかもですね、ここに書いてる通り、リピート OK ということになるので、もう何回も何回も使えるので、もしね、このオンライン飲食予約サイトを使う場合は、これを経営を何回もしても全然 OK ですよということになります。で、丸2番オンラインにて予約をすると。今お伝えしたこのホットペッパーの場合なんですけども、 今現在こんな風に出てます。GoToEat キャンペーン1回予約来店で最大1万ポイント還元ということですね。一応今の現在ではこういったページが出てまして、 あと、ちょっとここ気をつけてほしいんですけども、もし予約する際ですね、還元されるポイントの種類は、ホットペッパーグルメ限定ポイントということになりますので、まあ、ホットペッパーといえば、ポンタポイントがね、貯まるイメージなんですけども、そうではなくて、今ここに書いている通り、貯まるポイントは、ホットペッパーグルメ限定ポイントということになるので、ここは間違いないようにお願いします。まあ、ちょっとね、詳細はまだ出てないんですけども、今この文を見る限りは、ポンタポイントではなさそうな雰囲気ですね。 あとですね、実際にどのお店で使えるのかということなんですけども、真ん中に出てるようにカミングスーンって出てますので、今現在はまだちょっと予約はできないというような状況であります。 そして3番目お会計はキャッシュレス決済ということですね。もうこのキャッシュレス決済を行うことでもうポイント、トータルでポイントの30取りができるので、例えば僕が今現在メインカードで使っているビザラインペイクレジットカードを使えば3%還元も狙うことができるので、まあそういったもので、まあ、ポイント貯めるのも全然ありだと思いますし、その時にスマホ決済がお得なキャンペーンしてれば、そのスマホ決済のキャンペーンに乗っかって <laughs>、 まあ、うまくお会計ができれば、それはそれでめちゃくちゃお得なのかなと思います。なので、もしね、オンライン飲食予約サイトを使う場合は、この3通りを使えば、結構お得に使えるかなと思います。 そして念のため、現在のその GoTo e a t キャンペーンの状況なんですけども、ちょっとここだけ把握していただければと思うんですが、まず一つ目は、オンライン飲食予約事業者への登録を希望する店舗の募集を開始ということなんですが、これどういうことかというと、先ほどね、お伝えした、先ほどお伝えしたようにですね、これホットペッパーの画面なんですけども、その飲食店側が、例えばホットペッパーであればホットペッパーにまあ登録したりとか、今そういった時期に入っているので、こういったのが全部整えば、 まあホットペッパーに限らず、グルナビであったりとか、一級とか、そういったところも、詳細のお店の情報などが出てくるのかなと思います。なので、今現在はその登録の時期ということになります。で、2番目のここですね。2020年の10月1日以降、この段階で準備が整ったオンライン事業者から順次ポイント付与が開始されると。 でもし何かしらわからないことがあった場合は、この飲食店及び消費者向けにコールセンターも設置がされているということですので、まあ、もしね、公式ページ見てこれどういうことかなということがあれば、まあ、問い合わせるのもいいのかなと思います。まあ、そんなこんなで今回は GoTo e a t キャンペーンについて結構簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。 いやもうね、先ほどもお伝えしたように、まあ GoTo トラベルね、僕も何度か利用させてはいただいてるんですけども、まあつい最近からね、東京も対象になったということで、かなりまあ盛り上がりつつあるような状況なのかなと思います。まあその GoTo トラベルも使い方によってはめちゃくちゃお得で、プラスアルファでこの GoToEat キャンペーンもね、その旅行した時の段階でこれで併用できればめちゃくちゃお得だなというふうに思いましたし、普段の私生活でもね、 もし普段からね、利用しているお店が、この GoToEat キャンペーンの対象のお店であれば、まあランチでも使えるし、ディナーでも使えるのであればね、これは使わざるを得ないのかなと思います。で一応今回お伝えしたね、GoToEat キャンペーンに関する公式のリンクであったりとか、まだポイントサイトのモッピーに登録されてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。